ハイサイ防音工事の有限会社共生産業です。このコーナーは読谷村国道58号沿いイラミナにある防音工事の有限会社共生産業の提供でお送りします。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの山内はじめです。本日も、皆様に共生産業さんの情報をお届けしたいと思います。久々でございます。ゲスト本日は入っておられますのでね、お声聞かせていただこうと思います。それではお願いいたします。はい、お久しぶりです。営業担当の池原です。よろしくお願いします。はい、本日は池原さんにね、お越しいただきました。まあとてもお忙しかったようですね。あ、大変でした。はい、で、先週の26日までですかね、ですね、はい、この防音工事関係の申し込みの、ね、そうです期限ということで、はい、まあ、そっちの日まではバタバタされてたと思いますけど、はい、遅くまで、はい、ね、まあ、その後にすぐ台風という形で、ね、休むことが ね, で, ね、できなかったかと思いますがね、まあ、今日も、ね、いろいろ情報聞いていきたいと思いますがね、はい、まあ、申し込みね、本当に大変だったんじゃないですか。うん、ですね、今回はこの配布の時間短くてですね、はいはい、それを我々回収しながらお客様に一件一件説明するっていうのが時間がなかったんですよね。ああ、それでだいぶ時間の方取られてしまった、ですこって、家主さんからの要望でアパートをお持ちのお客さんから、はい、借りてる方の説明をお願いできないかということで、この借りてる方がなかなか会えないんですよ。あ、家主さんの方はまあもちろん説明済みなんだけど、はい、それをする、まあ、住んでいる借りている住人の方に、はい、もう借りている方何の話なの、全然聞いてないけどという感じで、それを我々もちょっともう遅い時間からですけれども、はい、帰ってくるのを待ちましてですね、もちろん告知しながら、一軒一軒回った次第でございますね。あ、結構ね、じゃあ夜も遅くまでっていう形ですね。はい、まあ、10月の、26日、先週の木曜日ですね、うん、まあ、期日っていうのを迎えたんですが、結構ね、この迎えられた中にも、まあ、ね、提出間に合わなかったっていう人もやっぱり中にはいらっしゃると思うんですけど、はい、これがですね、まあ、まあ、特例というかレアケースですね。オーナーさんが2人いまして、はい、でその1人の方は本土にちょっと旅行行ってるだとか、うんうん、そういった感じであればまたそのオーナーさんを待つような形だったんですけど、それでも間に合わないお客さんは、あ、オーナーさんでしたら、うん、またこれ我々の方で手配してですね、貿易局に待っていただくような形で、手配するのが大変でした ね, あね、まあ、今ね、こういう形で、まあ、申し込みの方はもう終了してしまったんですがね、はい、まあ、してしまった後でも、まあ、提出をねしないといけない書類っていうのはね、やっぱりあるんですよね。申し込みに間に合わなかった人、うん、ね、まあ、すぐそのままの状態で行くと、まあ、ダメなんですよね、これ。そうなんです。これもうどうせ間に合わないからもう無理でしょうというお客さんいらっしゃいましたら、とりあえずその書類の中にですね、辞退届、次回にお願いできませんかというですね、延期願いがございまして、その理由としまして、仕事で例えば、不幸だとか、それで病気療養中、そういったものものですね、我々の方で、そういったのを防衛庁に掛け合いましてですね、提出することができますので、今一つまたそういったお客さんいらっしゃるようでしたら、共生産業までご連絡いただければと思っております。はい、ね、まあ、この手続きを、まあ、しないとね、はい、また大変なことになると。そうです、もう次回もですね、またこれ1年半待つような形になりますので、うん、ね、また希望届からという形になって、ゼロからですからね、ゼロからスタートという形になるのでね、はい、まあ、今回、何かしらね、ちょっと理由、ね、トラブルなど重なってですね、ちょっと申し込みが間に合わなかった方々、はい、ぜひね、この辞退届っていうのをね、はい、まあ、同じく同封されてるんですよ ね,、うん、そうですね、書類の中にね、これが同封されていますのでね、ぜひこちらに目を通していただいて、ちょっと手続きを進めていくという形になりますのでね、はい、その際にはね、共生産業さんの方ご連絡してください。あともう一点だけですね、はいはい、皆さんと一緒に申し込みしたけどうちの方では来てないようだとか、
どうして届かないのってお客さんはですね、はい、もしかして一つ考えられるのがですね、防衛局からの申し込み希望届を出した時点でどなた家族の誰かがそういった受け答えしてですね、うちはいらないよっていうお客さんはたまにいらっしゃるんですよ。あ、代理の方で。そうです。要するに奥さんを OK、 あ、旦那さんが OK したはずなのに電話を受け答えしたのが奥さんで何も話を聞いてなくて、はい、防衛局の問い合わせにですね、いやそういったやった覚えはないですよっていうお客さん若干いらっしゃいましたので、あ、そういったことも皆さんですね、もしそういった、あ、もしかしてそうじゃないのかなと思ってお客さんがいらっしゃいましたら、我々の方で会社の方ですね、防衛局に問い合わせできますので、あ、会社の方でご連絡いただければ。あ、なるほど。で、まあね、この希望届けとか、まあ、申し込みの、ね、段階で申し込みしましたかという形でね、はい、ちゃんと連絡の方が来るんですよね。そうですね。その際に、はい、まあ、第三者というか、まあまあ、奥さんだったり、あるいは息子さんとかね、なかなか一番多いのがお留守番のおばあちゃんだとかですね。あ、はいはいはい、ご高齢の方は、まあ、電話ね、やっぱり受け答えする場合に、はいはい、自分は聞いてないようだとか、うん、そういったことでちょっと若干ズレがありますので、はい、まあ、そういうね、行き違いというのもね、中にはあるということなので、今回ね、まあ、申し込み来てなかったよっていう方、ね、その可能性があるということなのでね、ぜひね、この、まあ、共生産業さんの方に申し込んでされたっていう方は ね、 はい、ぜひお問い合わせいただいて、今回来てないんだけどどうなってるのということでね、うちの会社の方で代行でですね、そのお客さんの名前とそういった委任状をいただければ直接防衛庁に掛け合いすることができますので、うん、もしそれが通ってなければ再度申し込みするような形で、掛け合いすることができますので、ぜひご連絡ください。あ、これはそうですね、またこれもうゼロからになるじゃなくて、もうすぐそこから始められるということになりますからね。これはやっぱり防衛庁の判断ですね。あ、そうなんですか、はい、これもまたねちょっと厳しい判断になるかもしれませんけどね、はい、まあ、とりあえずね、まあ、そのいつまで経っても来ないってお客さんぜひやった方がいいと思いますので、ね、これはね、ぜひね皆さんやっていただいた方がいいと思いますよ、うん、ね、まあ、またねさらに待つ、あるいはねいつの間にか自分の知らない間にね、ご家族の方がキャンセルしてるっていう ね、 ね、可能性をね、はい、未然に防ぐためにもですね、まあ、そういった可能性がある方ぜひお問い合わせいただきたいなと思います、はい、よろしくお願いいたします、ね、その他にも、まあ、この現在この工事にあたる上で作動状況一覧表っていうのもね、これがですね結構問い合わせがありまして、いうのも申し込みっていうのは全部お客様書くような形になっているんですが、我々のお客さんに関してはですね、全部全てうちの会社の営業マンが代行業務してますので、はい、その作業状況一覧表とかそういったものものですね、冊子を、一枚一枚確認しながら状況を判断しながら、お客様に代わりまして、チェックしてあげますので、そういったのも、遠慮なく、付け方がお金のお客さんがいらっしゃいましたらうちの会社の連絡いただければ。そうですね、はい、結構ね、私今手元に資料ございますが、結構細かいね、まあ、項目がずらっと並んでいてですね、ちょっとね、まあ、素人目には ね、 ね、なかなかね、どういったものになが対象なのかっていうね、自分の家のことですけどね、なかなかこれ分からないと思いますのでね、ぜひねこれはまあプロにお任せという形でね、はい、進めていただきたいなと思います。そうですね、またね、まあちょっとね一息ついたというね、共生産業さんでございますのでね、はい、ちょくちょく番組の方にもね出ていただけると思いますのでね、はい、またよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お届けしてまいりました、ハイサイ防音工事の有限会社共生産業です、ね、このコーナーは読谷村国道58号沿いイラミナにある防音工事の有限会社共生産業の提供でお送りしました。パーソナリティは山内はじめでした。それではまた来週、皆様にね様々な情報をお届けしたいと思います。それではまた来週。